だからまさにこれ今出てきた D キャスカード、これを渡すときに契約をして渡すっていうふうにすれば、車のナンバープレートと一緒なんですよ。これ携帯電話に入っている IC チップと一緒です。これね、だからこれをもう1台1契約に法律を変えてしまえば、全ての問題は実は解決されるんですよ。それをあとはスクランブルするかどうかは次のステップです。まずこいつを入手するには1人1契約っていうか、1人で2台携帯やテレビ持ったら2契約にする。その代わり今の1310円を思いっきりプライスダウンすればできるわけです。契約数が増えるから。今4人家族で1契約でいいわけだから、シンプルに日本の世帯で3人ぐらいいるわけだから、1人 1個ってやりさせて、まあ、倍契約したら今は単価半額になるわけですよ。1台平均2台テレビ持ってたらとしたら、もちろんスマホでも今契約しなきゃいけないってなってるわけだから、もうそれも徹底するようにやりだしたら1ヶ月300円、1人300円とかっていう時代が出てくるわけですよ。それにNHK のスクランブルをさらにかけるかどうかっていう議論はするの、そこになればやりやすいと思いますよ。こっちのテレビは NHK 映るけどこっちは映らない、こっちのスマホ映るけどこっちは映らないみたいな、そういう条件にすればいいのかな。まあ、もちろんもう将来 NHK こっちを考えてるんで、パソコンを、スマホパソコンをね。だからこれまでのような訪問っていう形にこだわり続けることは、この弁護士法違反のところについて止めたいと。ね、スクランブルは NHK が潰れてしまいます、やっちゃうと。でもこれを弁護士法違反だからって NHK がすぐ潰れるかって、そんなことないので、まあ、そういう意味では裁判所は真っ当な判決を書いてくれるんじゃないかなって期待してます。